世界マージャン組織は世界マージャン選手権を主管する国際競技団体である。略称は WMO2006 年創立。現在の本部は中国の北京にある。中国語では世界朝賞と表記する。よく似た団体に同じく北京で発足してスイスのローザンヌに本部を置く国際マージャン連盟はあるが、こちらは世界マージャン スポーツゲームを主観している別組織である。2006年に中国の北京で発足した。主席は中国共産党の理論家で有名な講演事務総長は元水泳選手のコーバタが選ばれた。日本の麻雀研究家である名木博之が副事務総長に就いた。2007年11月2日に中国四川省で総会を開催し、 WMO の公用語を中国語、英語、日本語の参加国語にすることや、世界選手権を2年ごとに開催することが決められた。2007年11月3日から5日にかけて、中国の生徒で第1回世界麻雀選手権大会を開催。16位以内の入賞者には古代中国の壺を模したトロフィーが授与された。公式にはこの大会が第1回として扱われている。 しかし在日アメリカ人のライアン・モリスが近代麻雀の自身のコラムの中で2002年に開催された世界選手権が第1回ではないのはおかしいと主張した。ありがとうございます。